疲れ様でございました。いかがでございましたか。さあ、これからですね、中央銀行の制服総目のあたりに見ていただくわけでございますが、どうぞ。夜になりますとライトアップされましてね、制服総のお庭も素晴らしいものでございます。これから参ります途中、般若寺温泉という温泉があるんですけど、一軒の旅館がありまして、その近くに滝があるんですけど、そこから奥には鮎が行かない、鮎返しの滝と言われています。あの、先ほどのとこからここまで歩くもいいし、ここからあのそれこそ制服を通って北詰め行かれるのもまた、ね、いいものです。般若寺温泉のね、温泉はもう旅館の反対川を渡って向こう側に温泉があるというところでございます。さあ、先方見ていただきましたら、見えてまいりましたのが中央銀行の制服装のお庭でございます。周知でございますが、本当に素晴らしい、はい、紅葉でございます。北爪のところで降りていただいて、帰っていただいて見ていただくといかがでしょうか。この橋を渡った左側に尾というポイントになっているんですが、対岸から見られるその千夫祖のお庭も本当にいいものでございます。
Thank you.